様、お疲れ様です。パーソナリティのさくらです。今回は、警告人が語る朝鮮通信史について取り上げていきたいと思います。ためになったと思った人は、チャンネル登録していただけると幸せです。朝鮮通信史。室町時代から江戸時代にかけて、李氏朝鮮から日本へ派遣された外交使節団であります。朝鮮が徳川将軍の代替わりや世継ぎの誕生などの際に、朝鮮国王からの国書を携えて派遣されていたと言われています。渓谷のネット掲示板に、この朝鮮通信史についてのスレッドが立っていましたので、そちらを紹介していきたいと思います。朝鮮通信史は、渓谷でしっかりとした教育を受けた人なら、誰でも一度は聞いたことがあり、知っている事実である。しかし、この朝鮮通信史は、渓谷の教科書では、まるで進んでいた朝鮮の文化や文物を日本に伝えに行った使者行列団とするほど、歴史歪曲されてしまっている。渓谷で教えられている朝鮮通信史を簡単に説明します。人心和乱、豊臣秀吉の朝鮮出兵に対する朝鮮での故障をきっかけに、朝鮮と日本の外交関係は断絶しており、日本は経済的に困っていた。徳川幕府は、先進文物を受け入れるために、交渉を許可するように朝鮮に懇請していた。朝鮮は交渉を許し、釜山浦に和館が設置され、そこで、日本人は、米、木綿、人参などを求めていった。日本は、通信使を通して、朝鮮から、先進学問と技術を学ぼうと懸命であり、通信使は外交使節としてだけでなく、朝鮮の先進文化を、日本に伝播する役割も果たしていた。かなり簡単に言うと、こんな感じみたいです。少し脱線しましたが、スレ主の投稿に戻ります。今回は、それは間違っているとする趣旨の記事を書いてみたいと思う。朝鮮通信使の行列は、当時、朝鮮人が自力で行ける、最も遠い距離の旅行と見ればいい。当時の朝鮮は、東南アジアや西洋勢力と貿易をしていた日本や、清とは違って、朝貢貿易で、清国の北京や延慶に行列を作っていた。そして、当時、日本に行く外交使節団を除いては、外国に旅行やビジネス出張に行く朝鮮人たちは存在しなかった。ただし、一人例外がいる。その人の名は、張漢璧だ。彼は、京山南部の鎮守出身で、当時、朝鮮人として、初めて、ベトナムに2回、フィリピンに1回訪問した人物である。この人は、朝鮮人としては、最も広い世界を見てきた、ヤンバン出身の人だった。ところで、彼だけが、なぜ、そんなに広い世界を見ることができたのだろうか？それは、まさに、彼が、人心和乱で、鎮守村が陥落させられた20歳の時、日本軍の捕虜となった。そして、彼は、日本に連れて行かれ、奴隷生活をしていたところ、日本人商人の目に留まって、商談の手伝いとして採用され、東南アジアまで行く機会を得たのだった。とにかく、当時、往復 4000km ある日本の江戸までの旅路は、朝鮮人が行ける、最も遠い距離であった。そんな朝鮮とは異なり、日本の場合、すでに、人心和乱のかなり前から、東南アジアや中国南部などと貿易をしながら、ポルトガル、スペインなどの西洋勢力とも遭遇し、彼らと小規模な海戦や商業取引などを行ったことが数回あった。画像の東南アジアの地図に示された地域は、当時の日本の貿易拠点があった場所で、点線と矢印は、日本の海上貿易ルートを示している。ちなみに、日本が、ポルトガルの火縄銃を得たのは、人心和乱が開始される、半世紀以上も前のことだった。この地図が示すように、マラッカ、プノンペン、ホヤン、マニラ、バンコク、など、現在も東南アジアの拠点都市であるところに、日本は、
数百年前から自分たちの貿易拠点である日本人村を作っており、これらは日本町と呼ばれていた。21世紀の現代日本を象徴するものの一つが経済大国というような退屈な話もあるが、日本といえば世界の多くの人々がアニメや日本式デザイン、ファッションなどを思い浮かべる。江戸時代の日本では日本人の生活を描いた浮世絵がすごく人気を集めて、日本式芸術の一つとして地位を確立したが、この日本の浮世絵は欧州でも大ヒットを記録していた。印象派の画家として知られているゴッホは特に日本好きで関心を持っていたことでも有名であるが、ゴッホの作品は日本式画風である浮世絵の影響をたくさん受けた。そしてゴッホの自画像という作品を見ると、日本浮世絵の絵が壁にかかっている様子を見ることができる。この写真の中で耳を切られた人物の右側にあるのがまさに日本の浮世絵作品だ。当時の朝鮮通信使たちの記録によると、日本は道路整備がきちんとされており、田畑は正方形、土地は肥え、市場には物が、家には米が溢れており、人々は絹の服を着ていたという。我々がこれまで習っていた朝鮮に関する歴史観が粉々に壊れる瞬間に他ならない。すでに日本はこの時から豊かだったというが、朝鮮が窓と呼んでいたその国で間違いないと先祖たちに聞いてみたい。スレ主の投稿は以上になります。それでは次に、この投稿に対し警告ネットユーザーからは様々なコメントが寄せられていましたので一部紹介します。ある西洋人歴史学者が東アジア諸国の文献を基準にして GDP を算定していたが、我々の国は三国時代以降一度も日本に GDP で勝ったことがない。日本の海賊と日本の国力は突き詰めてみれば関係はない。そもそも当時の倭寇、13世紀から16世紀にかけて朝鮮半島や中国大陸の一部及び東アジア諸地域において活動した海賊、死亡役、密貿易を行う貿易商人はかなり強い戦力を保有しており、日本政府も苦心していた。日本は昔から裕福になって強くなると高麗と朝鮮を攻撃してきた。日本が裕福になったら用心しなければならない。日本は戦国から江戸時代の時、侍たちによってあらゆる剣術が発達したように、米国は独立戦争から開拓時代を経てあらゆる銃器類と射撃術が発達した。朝鮮はシプソンビたち簡単に聞き流せる笑い話を真剣に話し、問い詰める人が口先の器用さだけを極限まで錬磨して、あらゆる悪口が世界で一番発達した。昔はわからないが、第二次世界大戦の時、空母があった日本と戦車一台もなかった渓谷、今現在も東京とソウルだけ比較してもかなり追いつきはしたが、未だ差が激しい。東京はソウルに比べて西洋人観光客が特に多いが、すべて理由があるのである。早く天皇陛下が半島の臣民たちを解放してくれることを祈っている。天照大神の子孫である天皇陛下と蒙古族の通訳官出身である李氏のやつらでは血統からして違う。そのまま李承晩とパクチョンヒがいなければ未だに全世界の最貧国であっただろう。東京に行ったら江戸博物館があるから必ず行ってみてほしい。人心和乱以降、北東アジアの秩序が再編され、明は滅び、日本が栄え、朝鮮は支離滅裂になったことを肌で感じることができるはずだ。日本は歴史捏造の国だろ。何を根拠にこんなのを信頼しているのか。コメントは冷静な人が多いように感じました。朝鮮通信使は朝鮮の進んだ技術や文化を日本に伝えたのではなく、
朝鮮通信使が日本に来て、日本の進んだ技術や文化を朝鮮に持ち帰りました。当時、李氏朝鮮は水車も作ることができず、貨幣経済も事実上なかったのに、自力で開発発展できたはずがないのです。李氏朝鮮時代については、当チャンネルで過去に取り上げたことがあり、説明欄に URL を載せておくので、よければチェックしてみてくださいね。いかがだったでしょうか？よければ、コメントで感想を教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。